皆さんこんにちはレック専任講師の岩田ですそれでは FP 初級向けガイダンス FP になろう FP はお金のプロフェッショナルというタイトルでお話をさせていただきますよろしくお願いいたしますで、えー、今日はレジュメを使いましてお話を進めていきますのでお手元にご準備ください、えー、まずまあ FP といいますとファイナンシャルプランニング そしてファイナンシャルプランナーこの2つのつ意味合いがあります、えー、ファイナンシャルこれは財政上のそれから金融の、えー、こういった意味になりますので、えー、ファイナンシャルプランニングといいますと、えー、財政上の計画を立てるファイナンシャルプランナーといいますとその計画を立てる人、えー、といった意味になります。でえー、この、えーまあ、FP 今非常に注目されている人気の資格の一つですで、デジュメの1ページをご覧いただけますでしょうかなぜ FP になる人が増えたのかということですけれどもまあ、現在 FP というのは人気の資格であるで、例えば金融機関で勤務をしている または生命保険会社それから損害保険会社こういった保険関係のお仕事をしていらっしゃるそれから不動産関係のお仕事こういう方はもう FP の資格は必須といっても過言ではありません。でそれだけではなく、まあ、仕事では FP は使わないという方も自分のために FP 資格を勉強するこういう方が非常に増えています。 でどうしてそのように FP 資格、えー、まみんなで注目しているかということですけれどもこれはやはり私たちを取り巻く経済的な環境が非常に不安定であるということが挙げられると思います、えー、まああの日本の場合戦後ですね高度成長期成長期がありましてずっと右肩上がりの経済が続いてきたわけです。 でその当時というのはそれほどお金のことを考えなくても、まあ、一つの会社に勤めてお給料がだんだん上がっていくで定年の時はそれなりにあの退職金を受け取れる公的年金もしっかりしていましたで途中マイホームを購入しても資産価値がどんどん上がっていくでそのような時はそれほど資金計画考えなくてもやっていけるわけですね。 で現在はどうかというとそのような終身雇用制ですとかね年功序列型賃金こういったものはもう,もう崩壊してると言って構わないと思います。で例えば自分が就職をした会社しっかりした企業に勤めていると思ってもその企業が、まあ明日にはどうなるかわからない。 そういういい不安定さの中に現在皆さんが置かれているですからお金に関することこれは自分でしっかり考えなくてはいけないこのような機運が非常に高まっているということが言えると思います。で昨今はいろいろ経済的に困難な状況になっている方もいらっしゃる。 で日本の経済も今後どうなるかというのは予想がつかない状況ですですからますます自分の資産は自分で防衛していこう自分の生活は自分で守っていこうこのように考える方が非常に増えているということが言えると思います。でレジュメの1ページにも私たちの暮らしへの影響と不安例えば少子高齢化の問題ですとかね それから時代に合わせた自らの資産設計可処分所得これはお給料などの中で自分が使えるお金ですけれどもそれが目減りしていっているで公的年金についても今後支給開始年齢をだんだん遅らせるというような議論がされています。でその中で どうやって自分のお金を守っていこうかどうやって生涯にわたって経済的に困ることがなく生活をしていくことができるのかそれを考えられるようになるそれが FP という資格なんですねですから FP の資格は誰が勉強しても役に立つものです FP の資格を勉強することによって今の生活を守ることができる また将来にわたってきちんと計画を立てて資金設計をして一生涯にわたって経済的に困ることなく生活をしていくことができるこれが FP という資格です。でレジュメの2ページを開いていただけますでしょうか。 でこのようにまあ F.P. という資格、仕事で資格は使わないというまあ生活者の方ですね、ニーズが高まっている。これはやはり自分で計画を立てていく、資金計画を立てていくということだと思います。でそれに対応してまあビジネスチャンスとしてのニーズとありますけれども、まああの一般の方が FP に相談に行く自分の資金について資金計画について相談に行くその例えば金融機関ですとかまたは独立をして FP の仕事をしているそういう FP ビジネスとしての FP これもニーズが非常に高まっています。でまあ,あの仕事で FP を使っているという方は FP 資格をきちんと取得をするそれによって、まあ、体系的なお金をの知識を身につけるでそれをもとにして個人の方に対してアドバイスをしていくそれが FP という資格なんですね。でレジュメの2ページの下の方「ライフプランと FP」とありますけれども、はい、こちらに移していきたいと思います。 で、えーまあ、FP って、えー、どういう仕事をしているかということですけれども、えー、ラ,イフプラ,ンライフプランに対して、えー、経済的なアドバイスをしていく、えー、これが FP なんですね。で、えー、ライフプランって、えーまあ、日本語では障害生活設計、えー「障害生活設計」「障害生活設計」とちょっと、えー、まあ固めの日本語で訳すことが多いです。 まあ、あの将来を含めた生涯にわたって生活経済的な生活の設計をしていくこれがラライフプランですで一方、まあ、ライフデザインこれは個人の生きがいですとかそれから健康そしてお金経済的なことその中でどういう価値観をその方が持っているかこれがライフデザインです。 まあ、生きがい、えー、といっても生きがいにはいろいろあります。えー、親しい人がいるとですとかライフワークがあるですとか、えー、仕事が生きがいであるとかそれでも構わないんですけれども生きがいがある、えー、健康でであることが望ましいですね、えー、それから現代ではお金経済的なものがしっかりしていないと、えー、幸せな生活というのは言えないです。 この3つがあれば、まあ、少なくとも生活あの幸せであるということが言えると思いますがえじゃあどのくらいお金があれば幸せなのかえそれはその方によって異なりますえつまり価値観があるでその価値観を生かしてそれを将来にわたって計画を立てていくこれがライフプランなんです。で一方ライフイフベント ここれは人生の中でで起こる様々な出来事ですねライフイベントもその方その方によって異なりますけれどもでもごく一般的には人が誕生して成長してそして自立をして成熟そして老後に向かうとこのような中で自立をしてまあ就職をするそして自分でお金を稼ぐようになる。で 結婚したりお子さんができたり子どもができるとじゃあその教育費はどうしていこうとそしてマイホームが欲しいそのマイホームの資金計画はどうしていこうで成熟期を迎えてじゃあ老後その資金はどうしていこうとこの人の一生の中で節目節目で考えるべきお金のことというのはあるわけです。 で老後から相続、まあ、相続続これは自分の財産を次の世代に引き継いでいくということですのでこれもやはり経済的な問題というのは絡んでくるわけですね。で FP はこのライフイベントその時にどういうお金が必要なのかということを知った上で そしてその方その方のライフデザイン価値観を生かしつつライフプランそれに対して経済的なアドバイスをしていくこれが、FP、という仕事で,あり資格で,すですから FP というのは個人の方が生涯にわたって困ることなく幸せに生活ができるようにアドバイスをしていく。 私も FP という仕事をさせていただきまして、えー、まあ,あの顧客の方に喜ばれることが多い人を幸せにしていく仕事であるその方が困ることなく生活ができるようにそういうアドバイスをしていくですから FP というのは非常にやりがいのある資格仕事ですしまた皆さんが FP を勉強することによって 自分のライフプランを自分できちんと考えていくことができる。えー、ですから FP はもうすべての方に、えー、勉強して資格を取得していただきたいと考えております。はい、えー、それではレジュメの4ページを開いていただけますでしょうあ、失礼しました。レジメの3ページを開いていただけますでしょうか。えー、まあ FP の資格制度について見ていきたいと思います。 はいえー、まず上の方に FP 資格の種類とということで、えー、表がありますで、えーまあ、FP の資格は現在、えー、民間の資格、えー、それから国家資格この2本立てになっております。えー、表の一番上の、えー、段ですけれども、えー、CFP、えー、AFP 資格、えー、これは、えー、NPO 法人、えー、日本 FP 協会が行っている民間の FP 資格です。 右側の1級 FP 技能士そして2級3級 FP 技能士こちらは厚生労働省管轄の国家資格としての FP 技能士この民間の資格そして国家資格の2本立てになっているこれが FP の現在の資格制度なんですね。でまず国家資格の方から見ていきたいと思います。厚生労働省管轄ですけれども 試験実施団体としては日本 FP 協会そしてもう一つ金融財政事情研究会この2つが指定されておりますですから日本 FP 協会そして金財金融財政事情研究会この2つの機関が試験を実施している。でこの FP 機能士は1級2級3級とありますけれども。 まず三級が FP の初級資格です。そして二級が普通資格、そして一級 FP 技能士こちらが FP の上級資格となっています。で、三級 FP 技能士はまあ初級資格です。ですから受験要件は特にありません。まあ FP になりたいという方であれば誰でも受験することができる。これが三級 FP 技能士です。 で2級 FP 技能士は、えー、まあ受験要件としてここに「実務経験等」と書いてありますけれども2級 FP 技能士の受験要件3つありますまず1つ目が3級 FP 技能士に合格していることそして2年以上の実務経験があること。でもう1つ 日本 FP 協会が指定する認定研修が終了していることこの3つの要件のいずれかを満たすことで2級 FP 技能検定を受験することができます。で、まあ、1級 FP 技能士は2級合格者の方などが受験することができるこのようになっています。で民間の資格は、まあ、AFP 資格 こちらが FP の普通資格ですねで認定研修の修了が必要であるとこれはぜひ皆さん覚えておいてくださいで AFP の資格を取得した方が CFP を受験することができます民間の資格では CFP 資格がもう最高峰の資格で CFP は国際ライセンスとなっておりますで じゃあ民間の資格と国家資格の関係はといいますと AFP 資格それと日級 FP 技能士これいずれも FP の普通資格ですですからまあレベルが同じといいますか日級 FP 技能士という試験を受験するんですね。 で、えー、AFP 資格認定試験というのはありません。で、二、えー、級をあの受験をして合格をした方が、えー、認定研修終了していることによって AFP に登録をすることができる。えですから AFP というのは、えー、日本 FP 協会にま入会するような形です。2級合格、それから認定研修の終了。 この2つを満たすことによって AFP 資格を取得することができる。で、まあ、AFP の資格を取得すると CFP を受験することができるこのような形になっております。でここでまあ認定研修というのは2級 FP 技能検定の受験要件にもなりますし2級合格後 AFP に登録をすることができるその要件にもなっているそれが認定研修なんですね、えー、認定研修は日本 FP 協会が指定する認定研修ですけれども、えー、まあレックの、えー、まあ AFP 二級合格のための講座、えー、こちらがに認定研修として指定を受け取ります、えー、ですから、えー、まあ皆さん講座を受講して、えー、それを終了する 同時に2級 f p 合格のための勉強をする終了することによって認定研修が終了したとで2級 f p 技能検定受験することもできますし合格後 AFP に登録をすることもできるという形になっております。であとは民間の資格それと国家資格の違いはといいますと国家資格の方は更新は不要。 ですから、まあ、試験に合格をして3級 FP 技能士ですとか2級 FP 技能士になるとそれはもう一生ものの資格です。で更新というのは2年間で FP に関するさまざまな勉強をする。 または FP に関する活動をするそれによってまあ、1時間で1単位の目安ですね AFP ですと2年間で15単位 CFP ですと2年間で30単位取得することによって資格を更新することができますこの資格を更新するというのはまあ、一見大変そうに見えますけれども えー、FP というのは、えー、どんどん新しい情報を追っていく資格である、えー、例えば、えーまあ、税制に関しても毎年毎年税制改正される、えー、または新しい金融商品がどんどん販売される、えー、新しい保険商品も販売される、えー、そういうふうに知識をブラッシュアップしている FP だ、えー、という。 えまあ顧客に対して非常に安心感を与えることができるそれが更新制度なんですであとは民間の AFPCFP 資格日本 FP 協会に入会をするということですので、えー、入会金ですとか年会費も必要になる、えー、ちょっとコストがかかるんですね。えー、ただ、えー、まあ日本 FP 協会のいろいろなバックアップ等もありますので。 FP 資格を、えー、十分に活用していきたいという方は、えー、こちらの AFP、CFP 資格への登録もお勧めはしたいと思います。はい、えー、それでは、えー、真ん中の FP 資格取得の流れですけれども、えー、例えば FP に関する実務経験がないという方ですね。えー、まあレックの FP 講座。 AFP 認定研修に指定されております。それを受講されて修了することによって二級 FP 技能検定を受験することができます。また三級に合格していればその受験要件で二級 FP 技能検定を受験することができます。まああの実務経験があるという方は二年以上実務経験がある。 その方は2級 FP 技能検定を受験することができます。で、えーまあ、あの必ずしも3級、えーまあ、受験しなくてもですね合格しなくても2級 FP は受験できますけれども、えー、ただとはいえ2級 FP 技能検定、まあ、2級ですので試験は3級よりは難しいです。ですからぜひ2級の あの学習を始める前に、まあその予習として三級、えー、FP 技能検定、えー、その勉強されることもお勧めしたいと思います。えー、また三級、えー、でも、えー、勉強できる範囲というのは非常に広い、えー、日常生活でじゅ必要ないろいろな知識を勉強することができます。えー、ですから三級を、えー、まず学習されて。 さらに勉強したいということであれば2級も学習するということでもよろしいと思いますで、2級に合格をして認定研修を修了していると AFP に登録をすることができますで、認定研修は合格後あの終了してもいいんですね認定研修の終了と2級の合格これどちらが先でも構いません 両方揃ったところで AFP に登録をしてその後 CFP を受験することができるそのような流れになっています。また CFP の試験に合格をすると級実技試験だけ受験をして1級 f p 技能士になることができる。そこで それと一級 FP 技能士ダブルライセンスという形もできるわけです。それではまあ三級二級それから CFP 一級どのくらいのレベルかということですけれども、三級 FP 技能士は初級ですので、まあお金に関する身の回りの知識ですね。それがなんとなくわかる。 世の中のお金の仕組みがどういうふうになっているかということが分かるこれが、まあ、初級の3級 FP 技能士です。で仕事で FP を使うという方はぜひ2級 FP 技能士 AFP この中級レベルまでおすすめはしたいと思います。2級 FP AFP 技能士、まあ、P になりますと 自分のライフプランニングをきちんと計画を立てることができるまた親しい人にアドバイスをすることができるそして企業内 FP としてやはり求められるのは最低でも2級 FP AFP 技能士 P このレベルになりますで仕事でもうバリバリ FP の資格を活用するんだ。 あとは FP として独立をしたいという方であれば上級の CFP それから一級 FP 技能士の取得をお勧めしたいと思いますはいそれでは次にレジュメの4ページを開いていただきますでしょうか FP でどのようなことを学習するのかということをお話をしていきたいと思います えー、FP で勉強する内容というのは一言で言いますとお金に関するすべて、えー、これを勉強していきます、えー、ですからお金に関する、えー、かなり幅広い範囲で学習をします、えー、ですから、えー、その幅広い FP の学習の範囲を六科目に分けて、えー、勉強していきます、えー、金融資産運用不動産ライフプランニングと資金計画 リスク管理、そしてタックスプランニング、相続、事業承継、この六科目です、えー。この中でライフプランニングと資金計画、これが一番 FP っぽい科目ですね。えー、まあライフプランニングその手法についてまず学習をします。えー、例えばあるご家族がいらっしゃって、えー、マイホームを購入したいというご希望がある。 で、えー、現在の収入でマイホーム購入できるかもしれないですけれども、えー、今後住宅ローンを支払って、えー、お子さんがいれば子どもの教育費なども必要になってくるわけですね、えー、それと自分の老後の資金はどうしようと、えー、それを考えると、えーまあ、将来にわたって、えー、場合によっては赤字になってしまうかもしれない家計が。えー、そういういに 将来の予想も含めて、そのご家庭ご家庭のま資金の流れ、それがどうなっていくかというのを分析をしています行きます。で、将来もし赤字になるということであれば、今マイホームを購入するというのは今の段階ではちょっと難しいのかもしれない。または 購入するご希望のマイフォームこれをちょっと条件を変えた方がいいかもしれないまたは別の角度からさまざまな節約をするですとかね考えた方がいいかもしれないこのようにアドバイスをしていくわけですね。それとこのライフの科目では社会保険制度についいてて学習をしていきます例えば健康保険ですとか公的年金制度ですとか。 健康保険これは病気やけがの時医者で治療を受けるその時に健康保険証を提示することによって自己負担3割ですよねこれが健康保険の給付のメインですけれども実は健康保険ってそれ以外にもいろいろな給付があるんですね。例えば病気やでで仕事ができない お給料がなくなくっってしまったそれから女性が出産で仕事ができないその間お給料が受け取れないこういう時にどういう給付があるか。ででも自分から申請をすることによって給付を受けることができる。 ですからあらかじめどういう時にどういう給付を受けることができるかという知識を持っておくということは非常に重要なんです公的年金制度もまあ老齢給付を中心に障害給付ですとか遺族給付などがあります仕組みが非常に複雑ですけれども例えば二級まで学習をしていただければ老齢給付であれば 自分が何歳からだいたいどのくらいの額の老齢年金を受け取ることができるかということがわかるようになってきますこうやってライフプランニングと資金計画で計画を立てていくその計画がそのままいくスムーズに実現するとは限らないわけですねですから万が一のためにあらかじめ手を打っておく これは生命保険に加入をするですとか健康保険に加入をするそういった保険について勉強するそれがリスク管理の科目で,すリスク管理では生命保険それから損害保険あとは医療保険などの保険について学習をします。 これも2級まで学習をしていただければ本当に自分にぴったりの保険が選択できるようになってくる。で金融資産運用ですけれどもこれはまさに金融ですのでさまざまな金融商品について学習をする。預金や貯金だけではなく株式ですとか投資信託。 それでどうやって運用していったらいいのかというようなことも学習します今は任意差ですとかさまざまな税制が優遇されているそういう制度もあるんですねそういった制度の学習方法などあの運用方法なども勉強していきます金融商品を選択するときは自分のライフプランにぴったり合った商品を選択する これが基本ですけれども、でもその時その時の経済の状況によってどういう金融商品を選んだらいいかというのは違うわけです。ですからこの金融の科目では景気や経済を見ていく様々な指標なども学習をしていきます。そしてタックスプランニング、これは税金の知識です。 三級では所得税を中心に、二級では所得税、それから法人税なども学習をしていきます。所得税で言えば収入があれば所得税、それからまあ住民税などは負担をしないといけない。ただ会社にお勤めの方は会社で年末調整をしていただけますよね。 ですから所得税って具体的にどうやって計算をするのかというのは知らない方が多いんです。でも所得税の計算の方法を知っていれば自分で確定申告をすることによって払い過ぎた税金があればそれの還付を受けることができるそういった上手な節税方法なども分かるようになるこれがタックスプランニングです。 えー、不動産の科目は、えー、まあ不動産に関する内容、えー、不動産の大規模の見方ですとか、えー、建築基準法などのさまざまな規制、えー、マイホームを購入するというのは、えー、人によってはもう一生の目標であるということも多いわけです。えー、その時に、えー、まああの家を建てる、えー、法律はどうなっているんだろうということもわかるようになってきますし。 または不動産にままつわる税金なども学習をしていきますそして相続事業承継これはまあ相続ですねあの人が亡くなった時にその方の財産を次の世代に承継していく。で人は少なくとも生涯のうち2回は相続に遭遇すると言われています。 その時に、まあ、法定相続人相続人は誰なのかそして相続税はどうやって計算をしていくのかそんなに処置はあるというわけではありませんのでその時になって慌てないようにあらかじめ勉強しておくで相続税対策というのはやはり元気なうちからいろいろなことを対策を取っておかないと。 その方が死亡してしまってからというのはほとんどできることはないんですね、えー、そういったことについて学習をするこれが相続の科目です、えー、こういった6科目について勉強していきますで、えー、まあ、FP で学習する内容というのは他の資格と全く違うというのは 勉強する内容を皆さんがすぐに日常生活に役立てることができるこういった知識を勉強するというのが FP という資格なんですねですから皆さんもレックの講座で FP について勉強したらそれをどん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 日常生活で使っていただくとよろしいと思います。そううやって実際に使うことで 皆さんの生活もだんだん豊かになってそれが試験に合格するための勉強にもなっていくということも言えますはい、それではレジュメの5ページを開いていただけますでしょうか試験の傾向と対策ですけれどもはい、ここではま2級試験とありますけれども 二級試験も三級の試験もまあ同じです。学科試験と実技試験この二つがあります。で、学科と実技は同じ日に実施されます。で、学科試験と実技試験は別々に合否が判定されます。で、試験は年三回ですね。一月、五月、九月の三回になっております。 で学科試験も実技試験も合格基準六割の正解で合格です。これは二級もそれから三級も六割の正解で合格となっております。ですから FP の試験三級試験それから二級試験までは競争試験ではないんですね。 えまあ6割正解することによって合格ですで、えー、学科と実技両方合格して初めて3級なり2級 FP 技能士になることができますで、えー、場合によっては、えー、学科だだけけ合合格格しししたたですととかか実技だけ合格したというこももあるかもしれません、えー、その場合は、えー、学科だったら学科が合格したという資格は、えー、翌々年度末まで。 ですから2年ないし 3, 年間有効ですで3回試験がありますので次の試験でダメだった方の試験を受けて合格をするそれによって3級そして2級 FP 技能士の資格を取得することができます。で合格基準6割ですので。 その下に2級試験合格率の推移とありますけれどもこの折れ線グラフが学でまあその時にあのどういう問題が出るかによってあの合格率はばらつきがあります、まあ、1問2問ちょっと難しい問題が出題されると合格率がちょっと下がったりですね でこれ学科と実技別々に表示されていますけれども学科試験と実技試験を両方受けて両方合格する方まあ30%台40%弱の平均指定合格率になっています。ですから FP の2級の試験2級でも10人受けて3人以上合格する。 このような試験です。三級試験ですと合格率はまあだい八十パーセント台このくらいの合格率になっています。ただまあどんな試験でもそうですけれども、F.P. の試験も年々少しずつ問題は難しくなってきている。ですからまあ二級の試験であってもしっかり学習をすることによって合格をすることができる。 で、えー、まあ FP の試験は日常生活でどういう知識を、えー、使うか、えー、そういう観点から出題されます、えー。ですから極端に難しい問題ですとか、えー、言葉の矢で、えー、丸かバツかが違う問題、それから、えー、もう重箱の隅をつつくような難問奇問、えー、こういった問題は出題されません。 ですからしっかり時間をとって学習をした方が受かる試験ということが言えると思います。でレジュメの5ページの下の方ですけれども「まあ、AFP 認定研修とは?」とあります。認定研修は REC、まあの2級合格のための講座これが日本 FP 協会から認定研修に指定されています。 で認定研修を終了することによって2級の受験要件になったりそれから2級合格後 AFP に登録をすることができる。でこの認定研修の終了というのは提案書というものを作成をしてそれを提出して合格をすることによって認定研修が終了します。提案書って何かとといますと もう実務家の FP にとっては本当に商売道具のようなものこれが提案書ですいろいろな方が相談にいらっしゃるわけですね、えー、その方に対してアドバイスをしていく、えー、口頭でアドバイスをするだけではなくって提案書というレポートのような形にしてお渡しをするということが多いですで、えー、認定研修ではこの提案書を作成をして そして提提出をすすするとということになります、えー、課題のの案書ですので、えー、例えばあるご家族がマイホームを購入したいとそういうご希望があるというような家族設定があって、えー、収入はどのくらいですか、えー、まあ資産はどのくらいありますかといろいろ設定があるんですね。えー、そして それに対して将来どういうようなキャッシュフローになりますかというような分析をしてアドバイスをしていく。で、提案書の作成は必ずしも簡単ではありません。ただレックの講座では講座の中で提案書講義ということで提案書の作成の方法について詳細にあの説明をしています。またまあ詳しいテキストもありますので。 それをご覧になって提案書を作成する初学の方でも無理なく作成をしていただけると思います。はい、それではレジュメの六ページを開いていただけますでしょうか。まあ F.P. のこれからということですけれども、まあ F.P. に関連する企業でまあ仕事をしていらっしゃる F.P. 資格はもう必須となっております。金融機関ですとか。 それから保険会社あとは不動産関係などですね。でまあ FP の資格を仕事で使っているという方はそうやって企業の中で FP 資格を生かしているつまりまあ企業内 FP それと FP として独立をして仕事をしている独立系 FP。 この2つに分けられます企業内 FP の方が多いですけれども企業内で FP の資格をどんどん使って経験を積んでいくそれによって独立をすることができるでまたは仕事では FP 資格は使わないということであっても FP の内容というのは本当に勉強して損はありません。 誰でも生活をしていく上で必要になっていく経済的なお金に関することを勉強するこれが FP という資格です,ですからもう皆さん全員に FP 資格は勉強して取得していただきたいと思いますしとりあえず仕事では FP 資格は使わないということでも、まあ、FP の資格を取得することによって国家資格ですので。 履歴書に堂々と書くことができますそれによってまあ将来就職をする転職をするその時に生かすことができますし経験を積むことによって将来は独立をして仕事をすることができるこのようにいろいろ使えて奥行きのある資格これが FP という資格ですまたはまあ主に独立系 FP では FP 資格だけではなくって例えば社会保険労務士社労士の資格ですとかそれから行政書士の資格ですとか宅研士の資格ですとかあとは税理士の資格ですねそういうさまざまな資格ダブルライセンストリプルライセンスで活躍をしていらっしゃる方もおります。 まず FP の資格を取得してそれから自分の好きな科目得意分野それで社労士ですとか税理士そういう資格に進んでいただいてもよろしいですしまたは社労士の資格を持っている税理士の資格を持っている宅建士の資格を持っている。 こういう方も FP の資格を取得することによってさらに幅広くお金に関すするるる知識を習得することができるそれをご自分の資格に役立てて業務の幅を広げることができる。で、まあ、FP の仕事をしていくというのはさまざまなアドバイスその,方にその方によっていろいろなあの相談があります。 それに対処するということで幅広い知識が必要であるそれと同時に非常に幅広い知識ですのでその中でも自分の専門分野それを作ってその専門分野を中心にアドバイスをするということもお勧めしたいと思いますはい、それではレジュメの7ページを開いていただけますでしょうか時代が f p を求めている 自己責任時代の長寿なんて書いてありますけれども f p で勉強する内容は誰にとっても必要な内容でありそして経済的な不安定が増していくその中でこれからますます重要になってくるそういう知識ですで、その中でまあ、自己責任なんていう言葉も最近非常に言われます自分で自分の生活を守っていく 自分の力でさらに豊かに生活をしていくそのための資格それが FP の資格ですで3級それから2級 FP 技能士そして AFP まで取得しましたらさらにその上の CFP 資格そして1級 FP 技能士までぜひ目指していきたいと思います。 でまあ FP の資格を取得している方というのはもうもう二十万人とか三十万人とかそのくらいの方がいらっしゃると言われています。ただこれからまあ重要になってくるまたは独立をして仕事をするまだまだ遅くはありません。ぜひ今 FP 資格に興味を持たれた皆さんがですねすぐに学習を始めて。 えー、FP の合格をしてその知識を、えー、十分に活用して活躍をしていただきたいと思います一緒に勉強していきましょうはい、えー、それでは、えー、今日私からはこれで終わりにしたいと思います、えー、皆さんお疲れ様でした